仮想通貨取引所バイナンスがすべてのユーザーに KYC を導入すると発表しました。はい、こんにちは、八野です。8月20日にバイナンスが KYC 本人確認ですね、全ユーザーに義務化ということで、ヤフーニュースとかいろんなね仮想通貨関係のメディアニュースで話題になっています。ね、ちょっと見てみますと、暗号資産取引所バイナンスがすべてのユーザーに KYC 本人確認完了を求めることを8月20日に発表したと。この KYC はバイナンスでインターミディエイトベリフィケーションと位置づけられるもので、具体的にユーザーの基本的な情報やセーフ ID 顔認証を求めるものとなっている。なお、インターミディエイトベリフィケーションに関するバイナンスのレビュー期間は約10日間と、10日間かかるというお話なんですけれども、こういったニュースを受けて、ちょっとね、バイナンスの、じゃあ、そのね、情報を見てみましょうと。で、こちらがね、バイナンスのウェブサイトなんですけれども、バイナンスサービスの更新、8月20日の夕方16時にですね、発表されてますと。仲間のバイナンシアンズっていうんですね、はい。バイナンスは、進化するグローバルコンプライアンス基準に照らして変更と改善を決定するために継続的に製品とサービスをレビューしています。ユーザー保護を強化し、すべての人に安全な暗号環境を提供するためにバイナンスは次の変更を行っていますと、はい。ですぐに発行し、すべての新規ユーザーは暗号通貨の預金取引引き出しを含むバイナンス製品およびサービス提供にアクセスするために中間検証を完了する必要がありますと。中間検証をまだ完了していない既存のユーザーはアカウントの権限が一時的に、撤回のみって、これ翻訳になってますけども、出金ですね、出金のみに変更され、サービスは出金注文のキャンセル、ポジションのクローズおよび召喚に限定されます。これはユーザーエクスペリエンスの中断を最小限に抑えるために、現在から2021年10月19日まで段階的に実行されます。既存のユーザーには詳細が直接通知されます。ユーザーが中間検証を完了すると、バイナンス製品およびサービスへのフルアクセスを再開できるようになりますと。バイナンスは検証プロセスの遅延やアクセスの制限を回避するために、中間検証を迅速に完了することをユーザーに強くお勧めします。バイナンスは Know Your Customer KYC およびアンチマネーラウンディング AML での取り組みをサポートするためのこれらの対策を発表しています。これによりユーザー保護がさらに強化され、金融犯罪と戦うことができます。KYC の詳細についてはここをクリックしてください。はい。で、リスク警告が書いてありますけれども、こういったね、アナウンス発表されてますけど、この中間検証ってじゃあ何ということなんですけれども、はい。で、こちらをね、じゃあ開いてみましょう。はい。はい、そうしましたね、こういった、ページになります。ちょっとね、英語だと分かりにくいので、日本語にね、はい、日本語翻訳で表示しますけど、本人確認を完了する方法ということで、こちらの方にですね、動画があって、でその下に、手順ですね、手順が写真付きでね、こうやって載ってますので、はい、詳しくはね、こちらを見ていただけたらと思います。で、動画に関しても基本英語なんですけれども、はい、この右下に、CC クローズドキャプションというね、アイコンがありますので、こちらをクリックすると、はいね、言語が選べます。はい。で、ここに日本語があるので、日本語を押していただくと、こんな感じでね、日本語の、はい、クローズドキャプション、字幕ですね、字幕が出るので、これを見ながらね、やっていただければいいのかなと。はい。で、私もね、この動画見たんですけれども、この中間検証、ね、なんか新しいやり方なのかなと思って見たんですけれども、要はですね、これまで KYC 一度でもやって、ね、いただいた方であれば、特にね、新しく何かするというわけではなくて、パスポートなり運転免許証なり、
あとはね、本人の写真を撮って送ったと思うんですけども、それがいわゆる中間検証と言われる、ね、ものになっています。なのでここにも書いてありますけども、既存のユーザーはですね、このね中間検証を完了、まあ要はね、いわゆる KYC ですね、を完了すればね、今まで通り普通にサービスを受けれると、はい、いうことだと思います。で、新規のユーザーに関してはこれまではですね、2BTC ね、ビットコイン 2BTC くらいは、KYC なしで入出金とかできていたんですけども、それがね7月くらいに 2BTC が 0.06BTC に変更されたと。でさらに今回ですね、その、ね、0.06BTC すらも、KYC を通さないと、まあ、やり取りできないよみたいな、そういうねルールに変わったんだと思います。はい。でですね、なんでじゃあバイナンスがねこんなことをしているかっていうと、結構ですねバイナンス世界中でいろいろね取り締まりというかね、あの指摘を受けています。で最近ですとこちらですね、8月18日に、DNB っていうのはオランダの中央銀行ですかね、が、バイナンスに対して警告したという記事ですね。こちらも今日本語表示してますけれども、でネザーランドシェバンク DNB はバイナンスが DNB への法的な登録を必要とせずにオランダで暗号サービスを提供していることを発表しましたと。これはバイナンスがマネーロンダリング防止及びテロ対策資金調達法に準拠しておらず、仮想通貨と受託者通貨の間の交換サービスを違法に提供していることを意味します。カストディアンウォレット、これにより顧客がマネーロンダリングやテロ資金供与に関与するリスクが高まる可能性がありますと、はい、いう感じでね、こんな感じでねオランダからまあ警告を受けていますと。はい。でですね、日本の方でもね、金融庁の方からバイナンスに対して警告文がこれまで2回ですね、出ていますと。で1回目が平成30年の3月23日にね、こういう金融庁からのこういう文章でね、バイナンスの代表者に対して、警告文が出ていますとね、無登録で仮想通貨交換業を行う者についてと。はい。ね、でその後また今年ですね、今年の、6月25日に同じようにね2回目の、警告文が出ています。無登録で暗号資産交換業を行う者について、はい、オランダとね日本の金融庁からのね警告文を紹介しましたけれども、日本オランダだけではなくて、実はね世界中から、バイナンス警告を受けてますということでね、このコインポストの記事で、まとめているものがありましたので、こちらの記事紹介しますけれども、はい、ここですね、警告サービス停止事例ということで、まあね、先ほども紹介しましたけれども、2018年の3月23日にねまずは金融庁から、はい、警告文が出たと。でその後、まあ、今年になってからですね、4月まずドイツから始まって、今度は6月に金融庁で、6月にイギリス、カナダ、シンガポール、ケイマン諸島、はいね、イギリスの銀行ですね、ポーランド、単一有料決済券、サンタンデール銀行、はい、で、これは何ですかね、イギリスのなんか決済サービス、あとイタリア、香港、リトアニア、いろいろありますね。はい、ちょっとね全部読み上げました。インドもありますね、マレーシアもありますね、 HSBC もありますね。はい、っていう感じでね、もう世界中からバイナンス、ね、停止、まあ、韓国とか、あとは警告文とかですね、はい、出ていますので、ね、このコインポストの記事は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでね、皆さんの方で、はい、ご確認いただければと思うんですけれども、じゃあですね、こういったことを受けて、今後ね、バイナンスで取引できなくなるんじゃないかという懸念もあるんですけれども、今のところですね、まあね、先ほどの、これですね、2018年の金融庁の警告に対して特にね対応していなくて、で今回はですね、はい、先ほどのようにね、あの KYC を強化するといったような取り組みをしているので、まあそれでちょっとね、こう何ですかね、いなしてね、あのいきなり今日からあの取引できないっていうふうにはならないとは思うんですけれども、まあ、こういう感じでね世界中から結構こう逆風を受けているので、まあ何かしら
ね、対策をしなきゃいけないということで、まあ、対策したのが今回のこのね、すべてのユーザーに KYC を求めるということだと思います。で、先ほどもね、紹介したように、KYC の中身なんか変わったのっていうと、まあ、こちらを見る限りですね、特に変わってないので、一度 KYC 通していただいた方は、問題なくね、できるんじゃないかと。はい、でただですね、これまでKYC 通さずに取引していた人は多分かなりね制限されるので、必ずね KYC を通してから、取引するようにというふうに変わったのかなと思います。はい、で今後じゃあバイナンスね本当にやばいんじゃないのというふうにね考える方もいらっしゃると思うんですけど、まあ究極的にはまあ本当に本人次第にはなるんですけれども、私個人の考えとしてはまあね、これまで通りまあ問題ないんじゃないかと、まあ、こういったね全員に KYC をこう課せられたりとか、あとはもしかしたら1日あたりのね、出金限度額の制限とかかかる可能性はありますけれども、ね、今すぐもう出金できなくなるとか、まあ、そういったことにはねならないかとは思います。ただねこればっかりは本当にねわからないので、もうちょっとでもね不安だっていう方は他の暗号通貨取引所にね資金を移動したりとか、あと日本でいうとやっぱりね金融庁に登録されているとこ、はい、そこに移動すれば、はい、問題ないんじゃないかと、ね、安心度は高いんじゃないかと。ね、ただどこの暗号通貨取引所でもねそれなりにリスクはあったり、まあ、日本の取引所だとねちょっとハッキングに弱いというね、噂もあったりなかったりね。じゃあ海外がハッキングに強いかっていうとね、バイナンスすらハッキングにあってますので、まあ、暗号通貨取引所はまあどこでもね一緒かなと。はい、ただそのハッキングがあった時とかにね、ちゃんとそのユーザーに対してこう補填してくれたりとか、まあ、そういったことができるのはやっぱり大手じゃないとねそういう体力がないんじゃないかという意味で、私はねバイナンスをまあ使っていますけれども、下手にこう小さな暗号通貨取引所でね取引していてハッキングがあった場合に、小さな暗号通貨取引所だとやっぱり体力がないので、もうハッキングされて資金持ってかれたらそれでもうね運営できなくなるというところが結構ねリスクかと思うので、私の考えとしてはやっぱりこうね、まあ、バイナンスがいいというわけではないんですけれども、まあ、結構ね世界的にまあ上位 1,2,3,4,5 位くらいの取引所であればハッキングとか受けてもねなんとか運営維持していける、ね、まあ、そういった意味でもやっぱり大手の暗号通貨取引所っていうのは、安心かなと、はい、思います。一方でねやっぱり大手であるがゆえに世界各国からねこういったね、圧力がかかってくるっていうのもね、まあ、しょうがないかなと思うので、はい、ね、まあ、皆さんこう今後どういうふうにしていくか、まあ、皆さん次第だと思いますけれども、まあ、今すぐね取引できなくなるとか、まあ、そういったことにはならないんじゃないかと、はい、個人的には考えていますので、はい、ね、まあ、今後バイナンス使うかどうかっていうのはね、まあ、こういった記事参考にしながら、はい、見ていただけたらと思います。一応ですねバイナンスがね、規制に対してどうするかっていう記事も、これもコインポストの記事ですね、はい、ありますので、まあね、こういったものを参考にしていただければいいんじゃないかと思います。こちらがねバイナンスの、社長さんですね、はい、が、近々にこうね回答している、はい、記事もありますので、今後についてとかねここにね書いてありますので、まあ、こういった記事も参考にしながらバイナンス使い続けていくべきなのか、ね、ちょっとでも不安な人はやっぱりね他の暗号通貨取引所に資金移動したりと、ね、じゃあ他の暗号通貨取引所もじゃあ大丈夫なのかっていうとね、まあ、それぞれ、はい、その暗号通貨取引所元の事情っていうのはあると思うので、やっぱりね、まあ、そういったところもちゃんとね詳しく調べていただいて、まあ、どうするのかというのを考えていただければと思います。